基礎義仲、源義仲によって今日の都を追われてしまった兵士、一時は北九州の大財府まで逃げていきます。ところがその後この義仲と源の頼朝の間に対立が起こって、最終的にこの義仲、後白河法皇の信頼も失って頼朝に滅ぼされてしまうんです。ただそうこうしている間に、やっぱり平家も勢力を取り戻してきましたいね。まずは瀬戸内海を抑えて、さらに九州、中国、四国、 もう西日本は全部を抑えたような感じです。そうして、源氏と並ぶくらいまで勢力を回復することに成功しました。そしてさらに、この清盛が移そうとしていた都、今の神戸のあたり、福原の都に兵を集めて、京の都を奪還する計画を立てます。それに対して、後白河法皇は頼朝に命令を出して、頼朝はこの範頼、義経、この二人の弟の軍を差し向けるわけです。 ここに1184年、源平の合戦の中でも有名な一の谷の戦いが起こります。今回はこの地図を使いながら、特に義経の活躍を中心に、一の谷の戦いについてお話をしていきたいなと思います。それじゃあまず、源氏はどうやって兵を送ったのかやね。実はこの福原の都の周りってどうなっているかっていうと、ここは全部山になっているわけです。ここら辺は全部山になってるわけ。 これもずっと山です。笹山とか針間のここら辺の北部の方、兵庫県の北部の方は今でもずっと山が広がっています。まあなので、基本的に兵を送る、大規模な兵を送ろうと思うと、えこっちはずっと大阪の方で部屋がついてるよね。この平野の方から兵を送るしかなかったんです。大規模な兵は。まあなので、この兄の乗り寄りの軍は、大体5万ぐらいの部屋ね。ちょっと書いておこうかしそうし。5万ぐらいの兵をこの京都を少し南下して、 そして福原の都の東側から攻めようとしました。一番大きい戦いが起こったのも、この東側の方になります。ただ、こっちに大量の軍だけ送ってもしょうがないよね。そんな単純に攻めてもなかなか攻め落ちません。なので、この吉瀬の軍を後ろに回り込むように約1万の軍を差し向けました。今で言う笹山市のあたりを通って、まずここ三草山で戦いが起こるんです。 兵士の方もこっちらから来るのを予想してて、え、平野助盛という、清盛から見れば清盛の息子の重盛、そしてその重森の息子、清盛から見ればお孫さんやね、お孫さんにあたる助盛をここに置いていました。ま、この時は清盛も、この助盛のお父さんの重盛も亡くなっていたので、この助盛もかなり平家の方では重要な人物です。そこに、まず一万の義経の軍が攻め入ります。ここで義経、 え、夜を仕掛けて、夜の間に奇襲を仕掛けて、一気にこのスケモリの軍を滅ぼしてしまうんです。これが三草山の戦い。ま、一の谷の戦いの前哨戦みたいな感じかな。ちょっと前の小さな戦いです。ただ、この三草山の戦いで、義経はその重要人物であるスケモリを逃がしてしまいます。ま、なので、このスケモリを追うために、ここに書いてるよね。土日サ平という人物を差し向けて、一方で主力の方。 を福原の方に向けて南下させていきます。これがたい2月4日から2月7日。1184年の2月4日から2月7日までの大きな流れです。まだ大きい戦いは開かれていません。大きい戦いが始まるのは7日に入ってからのことです。まずどこで戦いが始まったかっていうと、このヨシの部隊があったよね。義経の部隊ヨシの部隊はこの日踊り越えという場所まで来た時に、この夢の口っていうところ。 福原ののすす。ぐ近くの部分ですここに陣を取っている兵があったので、そこに主力を差し向けます。これが大体、はっきりした数字は分かってないけど、この1万の兵、連れてきた兵のほとんどをこっちに差し向けます。そして、義経はわずか70機、70機だけを率いて、この一の谷の方に向かうわけです。そしてさらに、ここで主力部隊の大きい戦いが起こります。 ま、なので、行田口、夢の口、そして、ここの一の谷になる塩谷口と、え、三つの大きな戦場に分かれて戦いが起こったわけです。それじゃまずこの吉爪の向かった塩谷口の戦いはどうやったかっていうと、この吉爪の70期しかない部隊の中に、70期しかないねで、その中でさらに5期ぐらいがちょっと先駆けをしてしまうんです。そしてこの塩谷口の陣に攻め入ります。まあ、でもこんな5期ぐらいで、一つのこの平家の陣が破れるわけないよね。 もちろん苦戦するんやけど、その時にちょうどタイミングよく、このスケモリを追っていた土肥さん、この人がやってきます。土日さんは6000ぐらいの兵を連れてきていたので、ちょっと数字が合わないよね。こっちに1万いて、こっちに6000いていたらもともと1万6000やんって話になるんやけど、実ははっきりした数字は分かってないませんです。まあ大体で見てもらえればいいかなと思います。この6000ぐらいの兵と、ここで合流して、まずここで激戦が繰り広げられました。 それと大体同じぐらいか、それに少し遅れるぐらいで、この夢の口と生きた口で戦いが起こったわけです。まあでも、なかなか戦場は硬直して、現地は攻め入ることができません。そこでこのたった七十期の吉爪の軍が活躍するわけです。有名な吉爪の逆落としというのをやります。これはどういうことかっていうと、 まあ、これもこの日踊り声でやったっていう説もあるんやけど、今回はちょっとこっちの説で説明しようか。え、吉瀬の引き連れて行った七十期は、え、一の谷のちょうど裏手に出ました。ただここはものすごい断崖絶壁やったんです。まなので一の谷に陣を構える平家の方としても、まさかこんな断崖絶壁から敵が攻めてくるとは、もう全く思ってませんでした。 そこで義経は、この時は弁慶も引き連れてたんやけどもちろん、弁慶に地元の漁師を探させます。そして若い漁師を見つけて、この断崖から馬で駆け降りることは可能かっていう,うに聞いたよね。そうすると漁師は、馬はちょっとわからないけど、鹿なら冬場に降りていくのを見たことがありますと言ったわけ。そして義経は、鹿にできるなら馬にできるやろうということで、まず、二頭の馬をその坂から断崖絶壁から落としたんです。 まあそしたら一方の馬はまあ足を骨折したんやろね。もう使い物にならんくなってんやけど、もう一頭の方はなんとかこう足場を見つけながら下って、なんとかその断崖絶壁を下り、下り降りることができました。まあそれを見てヨシは、ならうまいことやったらこの一頭の方みたいにうまくいけるやろうということで、この断崖絶壁を下り降りる。これがいわゆるヨシの坂落としと呼ばれるやつです。それを絵にしたものがこれです。おいしょ、これやね。 ま、ちょっとこの絵の、なんていうのね、遠近感が必ずしもいいとは言えないけど、このすごい狭い道を断崖絶壁をこう生まれ必死にみんなで駆け降りてきているのは伝わるよね。こういうところを駆け降りてきて、まさか敵がこんなところから降りてくるわけないやろうってところを駆け降りてきて、一の谷の陣を攻めたんです。ま、そうしたら敵は大混乱よね。たった70期といえども混乱を来たします。そして、義経は混乱に乗じて、その陣のいろんなところに火をつけさせるんです。 そして、この、義経の舞台の活躍で、この西にあった戦場、ここの塩屋口の決戦というのは決しました。兵士側が負けてしまったんです。まあ、この3つの戦場、どれも均衡した戦場の中で、1つが崩れてしまえば、まあ、もちろん、勝った方の源氏というのはこっちに合流していくことになるので、まあ、あの2つも時間の問題ね、夢の口の方でも平家は苦戦を始め、 そして、降り,りの方も、この一の谷の方に煙が上がった、ま、陣が落ちたのを見て、一斉に攻撃を仕掛けます。そして最終的に兵士は負けてしまって、この地形、守るのにはいいけど、ま、山から囲まれているので守るのにはいいけど、逃げるのにはもうこれ海に逃げていくしかないよね。船で逃げていくことになりました。そこでもう一つ、この坂落としともう一つ、一の谷の戦いで有名なエピソードが生まれます。 え、舞の曲にもなっている、厚森という、ま、エピソードです。平家の軍の中に、平の厚森という、え、若い武将がいました。え、この厚森は、清盛の弟の常盛。その常森の一番下の息子やねんけど、まだその時、わずか16、七7歳でした。で、結局、平氏は破れることになってしまって逃げていくんやけど、この厚森笛の名手やったらしいな。笛がものすごく上手かった。え、そして逃げていくときに、実は陣の方に、この笛を自分の、 愛用する笛を忘れてしまったよね。そしてそれを鳥に変えるんです。そして鳥に帰っている間に、この逃げる船に乗り遅れてしまうよね。必死に馬で追いかけます。そこに、ここにちょっとたまたま出てきているね。熊谷直ザこの百戦錬磨の武将が追ってくるんです。直ザと厚盛の生き打ちが始まる。まあでも、戦の経験が少ない厚盛に勝つ術はありません。最終的に直ザは、この熱盛に手をかけようとした時に、 この厚盛がものすごく若い、十五六歳の武将やということに気づくんです。実はこの直ザネにも同じ年頃の息子がいました。そして殺すのをためらってしまうやね。ただ、ここでもし厚盛を殺さなかったら、裏切り者や、ニシンがあるということで、自分の身が危うくなるので、ためらいの気持ちを持ちながら厚盛を殺します。この場面を描いているのがこの絵です。なのでこれが直ザネで、こっちは厚盛やね。ちょうど声をかけているところです。 で、なんでこの話が、このエピソードが有名かっていうと、この直ザネが後に出家するんです。そしてこの一の谷の合戦と出家した後の直ザネを中心に舞の曲が作られます。舞ってわかるかなこう、扇を持って、これも後に能とか狂言の元になった一つの芸能です。そういう舞の話が作られるわけです。そしてこの熱盛の舞をものすごく愛した戦国武将がいました。それがあの織田信長です。 この言葉を聞いたことあるかな人間50年、下天のうちを比べれば、夢幻のごとくなり、一度生を受け、滅するもののあるべきかは。あ知らん人も多いと思うけど、ものすごく有名な熱森という前の曲の一節です。人の世の50年など、下天のうちに比べれば、実はこの下天っていうのは神様の一人です。その神様に比べれば、神様の一生に比べれば、 人の世の50年なんかは夢や幻のようなものやと。一度人間として生まれて滅ばないものなどあろうかと。いや、みんな滅んでしまうんだよっていうのを歌った前の一節です。ま、この一節を織田信長ものすごく愛したということで、この熱森一の谷の合戦の有名なエピソードになってます。ま、こういうエピソードも残しながら、平家っていうのは逃げていったわけね。えそしてこの後、屋島の戦い、壇ノ浦の戦いと続いて、 とうとう兵士は滅ぼされてしまいます。